香港、中間のビジネス街東アジアの奇跡とは、1965年から1997年までに、東アジアの国々が急速な経済成長を遂げた、現象。日本では、以前、東洋の奇跡と呼ばれていた。1993年に、世界銀行が発表した、東アジアの奇跡経済成長と政府の役割で、報告した。 第二次世界大戦以後の世界経済において20年間程度の短期間に急速に経済成長した国々がいくつかあるが、このうち東アジアの23カ国は1965年から1991年の間に一人当たりの GNP が5.5%と、南アジア地域、中東、地中海地域、サハライナンのアフリカ、OECD 諸国、ラテンアメリカ、 カリブ海地域などと比べ格段に成長を遂げた。世界銀行では、東アジアの国々の中で日本とアジアニーズ4カ国とアセアンのうち3カ国の以上8カ国をハッペイズとして取り上げ、そのうち日本とアジアニーズ4カ国を高度成長と不平等の減少を同時に成し遂げた最も公平な国々としている。またアジアニーズ四カ国のことを特にアジア四小流。 4匹の虎などと呼ぶ場合もある。また、この地域の急激な成長により、個人の GDP も増加しその値が、旧共産圏の東ヨーロッパ諸国並みとなる。その後も、成長の可能性を示す数値や、市場の動向もあり、東ヨーロッパ諸国のエリート層がショックを受け後の、東欧革命の遠因の一つになったとされている。成長の要因として、 基礎的条件整備をしたことが主因であり、国内投資と人的資本の伸びが経済成長の大きなエンジンとなった。高水準の貯蓄率が国内投資を支えた。世界銀行が東アジアの奇跡を発表した1993年から翌1994年に日本では失われた10年が始まり、さらに1997年にはアジア通貨危機が発生し、 この年の成長率はタイをはじめとした東南アジア諸国、韓国などでマイナスとなり、1990年代には、おおむね東アジア諸国はそれまでの成長路線の修正を余儀なくされ、対照的にアメリカ合衆国の経済はニューエコノミーと呼ばれる史上最長の後継期を謳歌した。1994年の時点でアメリカの経済学者ポール・クルーグマンは、 東アジア奇跡の神話で、資本や労働の物的投入量に頼る東アジアの成長は持続しないと断じていた。2000年代に入ると、1990年代から高成長を続けて、世界第二の経済大国になった中華人民共和国が東アジアに現れて、東アジアの奇跡の再来と評されるも、世界第三の経済大国となった日本などは、 低成長が続いた。ありがとうございます。